行ってくんで。バイバイ。ゆっくり先や。バイバイ。すごい雨やな。数秒のように熱い白いように皆さんこんにちは、こんばんは。39歳バツイチ独身、人生積んでる、なにわの姫ロックです。おきにはい、というわけで、実践も13回目ですかね。はい、なんとか継続してやれていますけれども、今んところプラスのサマイスですね。まあなんとかやってる感じです。今日はなんでもないただの金曜日ということでして、鼻筋にかけてオキドキとか鼻とかみたいな感じなんかもしれないですけども、まあでも感じですよ。いつものお店はね、そんなに別に大層なことじゃないと思うんで、やはりいつも通りのディスクアップということで本日もやっていきたいと思います。はい、でまたこれもまたいつも通りの、まあ、1500枚出たらもう勝ち逃げすると、でまあ最悪ブラマイゼロ、負けないことを目標になると。はい、というのももう設定1なんでね、おそらくね。はい、というわけで一応こうやって数えたりとかそういったことをやっていきますけれども、多分圧倒的1位であろうディスクアップを頑張っていきたいと思います。というわけで行ってきまーす。あー、1つらい。お届け様、1は嫌だ。1
し抜きだ。
お疲れ様でした。ごめんなさい。もっと回すべきだと分かってるんですけど、あの状況じゃ自分はずり。許してよ。このまま帰らせてよ。だってちょっとでも負けたら。また堺裁判所の人に相談に来たのって聞かれるから破産手続きの相談しかも時給555円、まるで郷ひろみみたいな数字情けないお
いや、わかります。ねえ、まだ2000回ちょっとしか回してない。でもね、あの状況ですよ。ビタ乗せで上乗せなしとか、もうそんな設定位置の奇跡を引いただけです。はい、そう思った方が、負ける確率は少なくなると思います。いやー、なかなかね、バーッとね、景気いい動画撮りたいんですけどね。いかんせんガチなんで、はい、あんまりね、熱くなって、いやーもう5000回、6000回なんてちょっとね、自分には厳しいです。時給555円の男ということで、今日は終わりたいと思います。はい、皆さんもコメント欄で、ぜひ、ディスクアップの時給を教えてくださいね。それではまた、お会いしましょう。さよなら。ありがとう。幸いでしょ。行きたくない。よろしくお願いします。ありがとうございました。